はい、よろしくお願いします。今回は高校数学数 A のチェバの定理丸1をお送りします。で、前回までで誤信をねやってきたんですけど、こっからチェバを2本、そしてその後にメネラウスを続きでやっていきます。で、今回ポイントありで全部で3問となっておりますので、できそうな子はねぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって分かんないのがあれば、今からね自分の方が全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まずポイントの方からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあまずチェバね、行きましょう。で、今回チェバを、どういう時に使うかっていうのを掴んでほしいんですけど、状態としては三角形がこうやってあるでしょ。で、各頂点から対辺にこうやって線を引いていくんですけど、例えば垂直じゃなきゃいけないとか、二等分線じゃなきゃいけないっていう条件はさらさらないです。ただ単に点で交わってればいい。全部これが。これがね。で、この状態の時にチェバが使えます。で、それがね、こうやって書いてあるんですけど、1点で交わる時って。それが、なんとかイコール1になります。で、これね、教科書とかワークに書いてある通りに書いてもいいんですけど、自分それで使わないので、今から書くのは、普段なんだ、みんなが見てるやつとちょっと違うんですけど、よかったらね、ちょっと付き合ってください。すいません、こっちで書きますけど。で、なんでこっちで書くかっていうと、俺がこっちの方が覚えやすいっていう。単純にね。で、どう覚えるかっていうと、基本的にどっち回りでもいいんですけど、今右回りで書きます。で、右回りって何かっていうと、A からこっちの順番です。こういう感じで書いていく。で、こっから行くと、AQQC っていう順番でなぞっていけるでしょ？右回りで行くと。それを、AQ 分の、QC と書きます。かける、次。こう来るから、CP 分の CB でしょ。CP 分の、PB にしようか。PB かける、こう来たんで、最後。BR と RA なんで、BR 分の RA。この3つをかけたら、イコール1になる。これが、チェバの定理です。いいかな？で、これは教科書で書いてるやつとちょっと順番が違うんだよね、ちょっとね。違うんだけど、これでも使えるから。大丈夫だから。で、実はさっき右回りでも、左回りでもいいっていう話をしましたけど、これ、A から左回りで行って、AR 分の RB かける BP 分の PC かける CQ 分の QA でも使えます。それイコール1でも。そう。もちろんどこスタートにしても構わないんだけど、俺わかりやすくね、いつも A スタートで考えちゃうんですが、こうやって使ってください。チェバに関しては。で、それを使えると、例えばこういう状態。こっちもそうですけど、全部、こうやって1点で交わってるでしょ。で、ここだけわかんないんだよね。で、外の辺が全部わかってるから、あ、チェバか、と思ってください。こういう風に出てきたらね。で、どっち回りで行ってもいいんですけど、楽をしようと思ったら、この X が分母に来てる方が、ごめん、分子に来てる、上に来てる方がね、わかりやすいので、例えば、これ左回りで行っちゃうと、x 分の2って始まっちゃうんだよね。別に解けるんだよ。解けるんだけど、でも普通に分子に行った方が楽なので、これ右回りで行きます。だから、2分の3でしょ ?2 分の3かける3分の1でしょ ?3 分の1かける2分の x がイコール1になると。で、あとこれ解いたら終わりっす、普通に。で、ここ約分して、左辺4分の x イコール1で4かけるから x イコール4と終了みたいなね。これがチェバです。一番シンプルだと言うけどね、チェバの簡単なやつ、もうちょっと難しいのもありますけど。で、あっちも同じようにやっていくと、もちろん右回りでも解けるんだけど、今度は3分の1、5分の x って言った方が x が分子に出てくるので簡単だから、左回りで行こうかなと。もちろん右でもいいんですけど。で、3分の1から始めるので、3分の1かける5分の x ね。かける3分の5が1だよと。で、これ、5が約分できるんで、9分の x イコール1、両辺9かけるから、x イコール9で終了ですみたいなね。こんな感じでチェバねやってみてください。ね、まさかの5分以内で終わってますけど、
まあ、チェはですね、教科書通りのやつでももちろんいいんだよね。確かね、PC 分の BP あたりから始まるかな。教科書のやつ。まあ、ワークとかだと。もしかしたら違うかもしんないけどね。で、それで覚えてもらってももちろん構わないですね。どれで覚えるのは自由なので。ただ、自分はね、そうやって細かく PC 分の BP から始めるよりも、右回りでもいいし、左回りでもいいよって覚えた方が、結構、生徒にやってる時もね、シンプルで分かりやすいって話だったので、今回ね、これで紹介させていただきました。では、今回は、高校数学数 A のチェバの定理、丸1をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回、丸2でもう一個続きます。で、これはね、チェバを使った問題なんですが、ちょっとこれと違うタイプの計算のね、問題をやっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。じゃあ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。